身長ビヨーン医師学科生成形学専門医身長先生ことタナルです。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはね、我が子の身長を最大限に伸ばす方法、生活習慣から治療法までについてお話しさせていただきたいと思います。今日のね、動画なんですけども、ご両親の方に向けて作成させていただいております。これをね、一本見ると身長のことが 90% わかる、そういう風な動画にさせていただいておりますので、お子様の身長を最大に伸ばすためにも生活習慣の方をしっかり話していきます。あとはですね、目標とのギャップがある方に関してと治療が検討されると思います。そういった治療法についてもね、簡単に説明していきますので、ぜひねご参考いただいて、悔いのないように身長の方を伸ばしていただければと思います。ということで、本日お話しさせていただくのは、挨拶と生活習慣3つのポイントと、当クリニックできること、身長治療がどういった治療なのかね、そういったところも説明させていただきたいと思います。まずは私の挨拶ということで、身長先生の動画ね、ずっと私がどんな人なのかってね、挨拶しなかったちょうどいい機会ですね。私2011年の金沢医科大学の卒業です。生まれは1985年です。富山県生まれなんですね。なので現在38歳になります。その後ね、順天堂に行って初期研修を行って入局して、医学博士とか専門医とか安定とかして、2020年の時ですね、こちらのクリニックの方を開業させていただきました。身長治療に関して言うと、全国、それこそ、ね、世界からね、患者さんが来ていただいてて、本当に私としてもやりがいを持ってやっているような形になりますね。この YouTube っていうのは、私の生き様は全て今後乗っていくんじゃないけど、すごく楽しみです。私の生きる姿ですね、こういったところを通して面白くね、見ていただけるんじゃないかと思います。ということで、体質低身長の方、病気でないから治療できないって言われた方、低くないけど身長をもっと高くしたい方、スポーツ選手になりたいもっと高くしたい方などを応援しています。通常お医者さんですね、病気の方を治すんですね。もちろんそれ素晴らしいことだと思います。ただし私もいろいろとやっていく中で、身長に関して言うとほとんどの方が病気じゃない、ただし身長伸ばしたい、そういう風な思いがある、悩みがあるってことに強く気づきました。そこで病気じゃないことを全身全霊やってる医者がいないと思ったんですね。なので俺がやろうと思ったんですね。そうすれば世の中のために少し役に立つんじゃないか、そういう風に思って、病気じゃないんだけど身長低い子たちをどういう風にしたら伸ばせるか、低くなくてももっと高くなりたいので、どういう風にすれば助けてあげられるのかっていうところに興味を持って、こういった治療やってます。これまでの学会発表実績とか、たくさん今まで学会とか発表したりとか、たくさん論文も書いてきてます。それが別に自慢するようなレベルではなくて、お医者さんとしてはね、ある一定数をやってきてよっていうぐらいのレベル感だと思います。 YouTube とかそういうのも力入れてますよ。 YouTube も2万9千人までいきますね。 TikTok の方も1万人、 Instagram の方も1000人ぐらいまで来てますということで、ブログの方もね、記載しております。身長ブログって書いてありますので、そちらの方もぜひご覧ください。一月はですね、50万回も再生されてる、ブログも人気です。こちらの方です、ね、WSJ ウォールストリートジャーナルって書いてあるんですけど、ネクストエラリーダー、次世代のリーダーってことで、ウォールストリートジャーナルってご存知の方多いでしょうかね。お父さんお母さんであればご存知だと思います。世界的な経済新聞ですね。そちらの方に急に私の方に電話かかってきてですね、本当にびっくりしたんですけど、ネクストエラリーダーという形で医師としてです、ね、最年少で掲載をしていただきました。ちょうど今までは自己紹介だったんですけど、ここからですね、生活習慣についてお話しさせていただきたいと思います。生活習慣ね、睡眠と運動と食事、この3つが大事になりますけども、どういう風に改善していくか、そこを説明していきたいと思います。まず睡眠に関してと、時間と質が大事になります。まずは時間を大事にしましょうということで、いつもねお伝えしているのはナショナルスリープファンデーション、国際睡眠財団のデータを参考にしています。3から5歳だと10から13時間、6から13歳だと9から11時間、14から17歳であれば8から10時間寝てくださいねという説明になりますので、大体9時間ぐらい寝てくださいね。そういったデータになってくるかなというふうに思います。睡眠はですね、時間も大事なんですよ、質も大事になります。勉強も1時間勉強して素晴らしい、ただしその1時間の質を上げる、これも大事だっていうところ、そこのバランスが大事になってきて、湯船に使った方が睡眠の質は高いそうです。これはデータ上示されています。日中のスポーツ、これは明らかですよね。日中スポーツした方が夜の寝つきがいい、そんな風に言えると思います。歯磨きしましょうねとか、あとパジャマに着替える、これも重要だったりします。特に部活なんかしてると疲れてそのまま寝ちゃうとか、そういったことないようにしましょうね。そこから寝ないようにしましょうね。夜更かし、もうご注意ください。夜更かしで早熟の原因になるというふうに言われてますので、気をつけてください。スマホ、寝る1時間前には使用禁止しましょうというふうにもお伝えしております。帰宅後スケジュール例ということで参考に書いてみました。特にですけども、お風呂に入って体を温めて90分後ぐらい寝るといいというふうに言われてますので、そんな感じでスケジュール組んでいただくといいかもしれません。簡単に言うと、夕食食べてからお風呂に入る、そういったねルーティンがいいんじゃないでしょうか。次、睡眠の深さと成長ホルモン、喉について説明していきたいと思います。睡眠に関して言うと深さがあります。ノンレム睡眠とかレム睡眠だったりとか、入眠直後とか、いろんな状況によって深さが変わるわけです。入眠直後で比較的睡眠が深いというふうに言われてます。その間に成長ホルモンがたくさん分泌されるというのはこちらのグラフになって、1968年ワシントン大学の高橋先生が書いてくださったという思いになります。最初の60分非常に成長ホルモン分泌される、そういうふうにご理解いただくといいと思います。そういったところからですね、寝てしまった場合にお子さんをね起こさないように注意していただくことも大事になってくるかなというふうに思います。今までが睡眠に関してでした。時間と質が大事なんだよというお話です。それに対して2番目、運動についてお話しさせてください。全身運動ね、60分以上やりましょうとかですね、運動自体によって成長ホルモン分泌されるとかですね、成長ホルモン分泌に対する性別と運動時間の影響ということで、 The Impact of Sex and Exercise Duration on Growth Hormone Secretion、 この論文を見ていただくと、 A が女性、 B が男性ということで、簡単に言うと30分、60分、100
120分。運動時間が長ければ長いほど成長ホルモンの分泌が多いんで、その差は男性であれば多くて女性の方が少ない、そういったデータになってきます。これは大人のデータになりますので、子供の場合とさらに分布が変わってくると思います。ただし子供のデータはなかなか取れないってところで実際出てないです。この辺論文すごいんですけど、すごいとんでもなく採血してるんですよね。10分おきとかで採血をしてたと思うんだけど、子供だとそんなに採血すると体に良くないとなかなかできないってことで、大人しかされてないってことになります。少なくともおおむね体の反応として同じなわけですから、60分以上されると非常にたくさんの成長ホルモンが分泌されるというのがこのグラフから分かるような形になります。3番目、運動自体による成長ホルモンは恒常的なものではないため、身長優位に伸ばすかは証明されてはいないが、健やかに育つという観点からも行われるべきと考えるということですね。例えばなんですけど、この文章どうして書いたかというと、過剰な期待はしないでねっていうところと、学会からとかは単発の成長ホルモンは意味ないみたいな、しっかりと明記されてるので、そこもピックアップしような形になります。ただし運動して体に悪いなんてことないわけですから、適切な運動量というのは私は明らかにいいでしょうというふうに説明が正しいと思います。次、競技レベルで運動している場合、栄養欠乏になっていることも少なくないですね。運動するとその分栄養が必要になっていきます。たくさんの栄養を摂取されるようにしてください。次、高脂肪を扱う筋トレは推奨しないということですね。運動した時にですね、筋肉が破壊される、筋肉が破壊された時に栄養が入っていて筋肉が大きくなる、それが筋トレの原理になりますけども、筋肉が破壊されすぎてしまうと栄養の方が全部筋肉に使われてしまうので、骨の方に使われなくなってしまうと身長の伸びが悪くなってしまいますので、高脂肪を扱うような筋トレまではする必要ないでしょうというのが私の考えになります。ただし自重の筋トレですね、簡単なスクワットだったりとか腕立て伏せだったりとか、そういったことはしていただいても大丈夫だと思います。次、怪我には注意です。もうこれ当たり前なんだけど、怪我には注意されてください。特に怪我で骨端性とかね、そういったのを損傷すると本当に飲めなくなってしまったりもしますので、ぜひご注意されてください。運動するところですね、成長ホルモンは分泌されるだけではありません。お腹が空いたり睡眠の質の向上にもつながりません。そういった意味でぜひされてください。次、3つ目ですね、食事。これめちゃくちゃ重要ですね。この70年間ですね、日本人の平均身長は大体161センチから171センチ、10センチぐらい改善してるんですけど、それは通常に考えれば栄養の改善ですから、栄養を改善しましょうという説明になります。ということで今日お話しさせていただくのは、1番、バランスのいい食事。2番目、タンパク質。3番目、卵。4番目、牛乳。5番目、亜鉛。6番目、ビタミン D。7番目、鉄。8番目、大豆。9番目、肥満。こちらについてお話しさせてください。まずはね、1番目、2番目、バランスのいい食事とタンパク質。今日いろんな食材をお伝えするんですけど、まずはね、バランスが大事です。いいと言われたものだけを食べればいいとか、そういったことじゃなくて、世の中ね、これだけたくさんの食材があるわけですから、ある程度まんべんなく取るということが大事だと思います。PFC バランス、プロテイン、ファット、カーボン、タンパク質、脂質、炭水化物。そういったところのバランスが当然大事になってくると思います。ということで、まずね、タンパク質が大事。こちらで105個の国の生活習慣を見たような論文になります。縦軸がタンパク質、横軸が身長になります。右上からアメリカ、オランダ、日本、タイ、カンボジア。身長が高い国の方がタンパク質の摂取量が多い。そんなようなデータになってきます。具体的に言うと、アメリカだと1日あたり摂取しているのが男性だと 115g で、平均身長はこの論文だと 179cm。カンボジアだと1日あたりの摂取は 53g。平均身長は 162.5cm ということで、タンパク質の摂取量は2倍も摂取量が異なるという形になります。そして身長差は 15cm 以上ということで、明らかにタンパク質を摂取した方がいいんだなという説明になってくると思います。こちらの方を見させていただくと、横軸が男性の平均身長、縦軸が高品質と低品質タンパク質の摂取比率という表現になっています。高品質タンパク質、今回設定しているのは乳製品や豚肉や魚、低品質は小麦を指しているそうです。そうやって見てみると、オランダ、スウェーデン、アメリカ、イタリア、アルメニア、アゼルバイジャンということで、高品質なタンパク質を摂取している国、つまりオランダとかスウェーデンですね、そういった国に非常に身長が高くて、アルメニア、アゼルバイジャンは高品質タンパク質の量が少ないよ、そういったデータになります。簡単に言うと、主食の量が多すぎるのがアルメニア、アゼルバイジャン、おかずがふんだんにあるのがオランダ、スウェーデン、そんな風にご理解ください。こういったデータで細かく見ていくと、低タンパク質よりも高品質の方が2倍以上摂取するが必要あるでしょうということなので、私のいつもお伝えしたね、2プレート、2枚ほどお皿ね食べるようにしてくださいというのを説明です。例えば例で見てみましょう。食パン1枚食べたとすると、その中でタンパク質は 5.6g 含まれそうです。ハムエッグ食べていただくと 9.5g、 ヨーグルト食べていただくと 5.8g という形になりますので、食パン1皿食べていただくに対しておかず2皿ぐらい食べていただくと、高タンパク質の摂取比率が2倍をねキープできますので、2皿食べていただくと推奨しますというような形になります。どういうんですけども、1961年から2000年にかけて、こちらの表を見ていただくと、緑色が日本なんですけど、これが動物性のタンパク質の摂取量になってきます。この時期に日本人の平均身長が極めて伸びたの皆さんご存知だと思います。この時期に動物性のタンパク質摂取量が日本人 25g が 50g に増えたというところで、肉食のね生活と生活がどんどん豊かになった、そういった背景が汲み取れると思います。そういったね背景からも、動物性のタンパク質、簡単にお肉とか牛乳もしっかりですね、そういったところを食べていただくと身長にとってもプラスということが推察が立つような形になります。同様ですけど、乳製品、じゃがいも、卵、牛肉と身長の相関を見たグラフ、こちらの方を見てみても、乳製品は有効であるということが分かります。3番目、身長伸びる食べ物は卵が最強です。タンパク質摂取していくって中で、卵ってのは非常に有益だよって話させてください。身長伸びる食べ物は卵が最強ということで、 The effect of egg supplementation on growth parameters in children participating in school feeding program in rural Uganda、 ウガンダの論文ですね。6から9歳を対象にした241名の論文ですけども、こちらの表を見ていただくと、濃い黒がエッグを食べてない群、白いのが1個エッグを持ち食べ
ってくる。灰色のグラフが2個食べてたということで、1個食べた人たちの身長は高かったというデータになりますので、私も今ね外来に来ていただいた場合ですと、特に小さい子でなければ2個ぐらいは摂取するようにされてください。卵1個あたり 6.8g 入ってますので、 12g ぐらいをね2つ食べると取れるでしょうということで、卵を食べることを推奨しています。同様にですけども、動物性タンパク質身長のみについて検討しているので、 Child Hate Gain is associated with consumption of animal source food in livestock owning households in western Kenya。 ケニアの論文ですね。動物性タンパク質が大事だっていうところでこういった表現を得られたと。細かいところを見ていくと、ブレストミルク、ポーリッジ、カウズミルク、エッグス、ライス、こういったところで身長が伸びた。特に卵や牛乳において身長が伸びた。さっきね牛乳が大事だってお話しさせていただいたんですけど、この論文に関して言うと卵ねより一層優位性が高かったっていうところになります。さらにですね、牛乳に関しては乳糖不耐症って言って下痢しやすい方もいらっしゃるので、そういった方に関してもね卵を使用していただくのがいいと思いますし、卵アレルギーの方に関しては牛乳を使用していただくのがいいと思います。次4番目、牛乳は下痢をしないのであれば飲んだ方が伸びる。デイリーコンサプションでフィメールヘイトグロースプロスペクティブホートスタディ、こちらの論文見ていくと身長がね伸びているっていうようなデータが出てきます。こちらはその論文の内容ですけども、3倍以上飲んだ方が身長高かったです。1杯あたりだいたい 7g ぐらいですね、タンパク質が含まれて言われてますが、3杯飲むと 21g 取れますので、そういった意味ではですね、いいというふうな表現ができると思います。1インチで 2.5 センチも下がったという、かなり下がりますよね。ぜひね、牛乳も飲んでいただくといいんじゃないでしょうか。次5番目、亜鉛を含む食事ですね。亜鉛ね、欠乏しやすいんです。なぜかというと、苦いものが含まれる。牡蠣、豚のレバー、抹茶、そういったところが含まれるからです。2018年の亜鉛欠乏症の診療誌、日本臨床栄養学会のデータね、見ていきましょう。身長速度が断じて優位で改善。食欲、成長速度の増加、IGF-1 も増加。簡単に言うと、すごく身長伸びたというデータになりますので、亜鉛は重要だという説明にもなってくると思います。骨の生成においても、亜鉛がね、重要だということが分かってますので、理にかなっているというふうに考えてもいいと思います。亜鉛は血中濃度が上がりにくいこと、あまり上がらない子がいます。その中で亜鉛を投与してみるってところなんだけども、血中濃度が上がりにくい。そういった子に関しては、クエン酸やビタミン C、動物のタンパク質とか、そういったところも摂取されるといいというふうに言われています。次、ビタミンの D が重要。ビタミンの D は直接的身長伸ばす際はないけども、欠乏している方が多い。骨の切開沈着や骨粗鬆症に寄与することで有名です。あと、O脚とも関係性があるということで、総合的に見てみると明らかに摂取した方がいいというふうに結論付けています。またですね、非常に簡単に血中濃度を改善できるところもありますので、簡単にできるところに関してはしっかり改善していきましょうというのが私の結論になります。次、7番目、鉄ですね。ライナーグロスインチューレミズ、アイアンディフェシンシアニメ、ビフォーアンドタトゥニティメント。1歳半のデータになるんですけども、鉄は欠乏してしまうと身長伸びず非常に悪くなるという論文ですね。もともと欠乏している状態は年間で 7.5 センチしか伸びなかった子が、欠乏改善するだけで 13.2 センチ、身長伸びず 1.76 倍も改善した。そんな論文になります。ですので、絶対鉄は欠乏させちゃいけない。そういうふうに皆さんご理解いただくといいと思います。鉄に関して言うと、吸収率の高い県です。豚のレバー、カツオ、イワシマグロ、摂取効率が高いよというふうにご理解いただけるといいと思います。それに対して、ほうれん草を縮めやすい卵、こういったものは決して悪いというふうにお伝えするわけではないですので、摂取していただくといいんじゃないでしょうか。さらに、鉄の重要性を簡単に説明させていただくんですけど、大人になるにあたって、ヘモグロビン値は徐々に上昇していきます。鉄を消費しながらヘモグロビン値上昇していくということで、WHO のデータになるんですけども、5歳未満だとヘモグロビン値は11、12歳未満だと 11.5、15歳未満だと 12.0、15歳以上だと13というふうに、ヘモグロビン値は上昇していくと思います。どういう意味かというと、それだけですね、血球が豊かになっていく。豊かになるときは鉄が重要になるわけですから、子供のときで非常に鉄の消費量が多いんです。そういうふうにご理解いただくといいんじゃないでしょうか。次、8番目。今までいい食材について説明していきました。ここから注意すべき食材として、大豆ロイヤルゼインね。こちらについて説明させてください。大豆ロイヤルゼインに関して、プラスの意見とマイナスの意見の両方があるよってことですね。大豆ロイヤルゼインの矛盾ってことで、イソフラボンやデセン酸、それらが含まれます。いわゆる女性ホルモンのような物質になってきます。それらがですね、女性ホルモンに体の中で変換されてしまうリスクがあるでしょうという説明になります。例えばですね、韓国の論文を見てみると、イソフラボンの血中濃度が高い女の子たちは、思春期が早く始まってしまったっていう論文が出てしまうので、そういったところから見ると良くないでしょう。一方で、イソフラボンによって思春期が遅れたっていう論文も出てきますので、正直で分かってないというところが結論になります。ただし、少なくとも西洋諸国の身長高い国はですね、納豆を毎日食べさせてるとか、そういったことはないですし、イソフラボン摂取量も西洋諸国よりですね、アジア諸国の方が、ね、10倍程度多いというふうに言われてます。そういった社会的な側面から見ても、イソフラボンは大きな摂取対象ではないでしょうというふうに考えるのが適切だというふうに考えられます。次、肥満になると、女子の場合は早熟になる可能性がある。アソシエーションビトウィン、オベシティ&ピバティタイミング、システマティックレビューのメタアナリス。こういった論文を見てみると、思春期早発症の少女の数は、肥満群の方が正常体重群より優位に多かった。オベシティ&ピューバダルトランジション、インガーズ&ボーイズ。女の子の肥満は思春期早める可能性がある。こういったところを見てもね、肥満は良くないよって説明になります。肥満をね、計算するときは、カープ指数だったりだとか、ローレル指数。こういったところを見ていただくといいでしょうと。こういったのは実際自分で計算するのめんどくさいと思いますので、Google で、小児、肥満、計算、こんな風に検索していたらすぐ出ますので、そういったサイトを使っていただくといいと思います。次、夜更かしも早熟の原因になるというふうに言われています。今までがですね、生活習慣についてお話しさせていただきました。ここからで、ね、いよいよ本番ですよ。実際に治療としてはどういった治療があるかね、簡単に説明させてください。1番目が成長ホルモン補充療法、2番目がその他の薬物治療、3番目が栄養補充療法、この3つになります。まず治療の概略の、ね、簡単に説明させてください。身長並みっていうのは個人的な価値観、最初にお
伝えさせていただいている通り、私は病気じゃない子の身長を伸ばすお手伝いをしています。つまりは病気ではないってことです。なので必ず治療しなくちゃいけない、そういったことではないです。ただし身長というのは非常に大きなコンプレックスになりうるというのは皆さんもよくご存知だと思いますし、伸ばせる時期というのは限られています。その中でいろんな選択肢を選択していくということが適切というふうに思います。保険適用ではなくて自費診療、うちでも全部オール自費でやってますので、非常に高額になることも多いですので、そういった価値観をよくですねご検討いただいて、夫になってから身長を伸ばすことができるわけですから、その中で治療を選択するというのは賢明な判断の一つだと思います。成長ホルモンね、補充療法の注意点と副作用でいろいろと書いてあります。全部ねオールマイティな治療じゃないよと。ただしこういった治療ですね、非常にパワフルな治療ですので、身長に優位伸ばすことができています。最も強力な治療で最大10センチものの改善が見込める、論文によるですね10センチ以上の改善がある論文もあります。そういったところもご覧いただくと直接説明していきます。治療の価格と治療期間の目安ですけども、体重20キロと14万、30キロと21万が非常に高額っていうところになってきます。治療期間もね1年とか2年とか数年単位で行っていくのがこの治療の特徴になってきます。その他の治療とか成長ホルモン以外の薬物も使っていくことがあります。思春期をコントロールするようなお薬を一般的には使っていきます。具体的に言うと早熟よりも晩熟の方が身長基本的には高くなりますね。晩熟化を促すような治療です。そして3番目は栄養補充療法、亜鉛だったりビタミンだったり、ね、鉄だったりアミノ酸とかそういったところを処方していくような形になります。こういったオーダーメイド処方していきながら栄養補充していくという形で総合してやっていきますよ。市販のサプリメントの違いということで含有量がね市販のサプリメントより非常に多い量でやっていきますということで、こんな感じだと思います。治療に関しては、ね、成長ホルモン補充療法、そしてその他の薬ということで思春期をコントロールしていくような薬、そして栄養補充療法ということで、こういった3つの治療法を組み合わせて皆さんの身長を伸ばすお手伝いをさせていただいておりますね。本気で伸ばしたい方に関してはぜひねご受診の方をされてください。ご質問ある方は、ね、コメント欄の方に記載してください。身長先生に聞けのシリーズで答えていくことができるかもしれません。それではまた、バイバーイ。